どうも、キスケです。ということで、本日はドラゴンボールレジェンズの3周年の予想をガチでしていこうと思います。はい。まあ、前までとかだと、まあ、ゴジータ4とか来るんじゃねみたいな。いや、もしかしたら身勝手じゃないかなみたいな。感じの、なんか、あやふやな予想は言っとったんですけども、今回はもうガチで、ちょっと試行していこうかなと思います。はい。まあこれから3周年の情報どんどん出てくると思うんですけど、まあ随時動画化していこうと思うので、まあ今のうちにチャンネル登録してくださる方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、3周年予想ですよ。はい、もうすぐ来ると思うんですよね。うん、次の画像を見ていきましょう。こちら、はい、2周年の情報解禁5月26日だったんですよ。ちょっと動画見返して、ベジットブルーの情報解禁されたのはいつなのかっていうのを見てみると、5月の26日で、1周年も確か26日だったんですよ。ってことは今19日ですよね。26日、もうちょいですよ、情報出てくんの。多分ゆるレジェのアナウンス的なものが、まあ今週あたりに、アナウンスされるんじゃないかなとは思ってるんで、まあその情報ちょっと早く欲しいですよね。はい、で2周年が5月の31日に、ベジットブルーのガシャが登場しました。はい、ってことは3周年も5月の末なんじゃないかと、そういう予想ができるわけですよ。うん、まあこの辺は、うん、どうなのかなっていう、まあ前後するでしょうけどね。で1周年が6月の3日とか、なんかそれぐらいだったんですよね。はい、で今月の5月末に3周年がもし来るのであれば、月曜日になっちゃうんですよ。まあ、なのでもしかすると6月の、2日とか水曜なんでね、まあ、大体水曜とか日曜とかに新キャラクターが来ることが多いんですけども、まあもうすぐなのは変わらないと、いうことですよね。で1周年も2周年も26日に情報が解禁されたんで、まあ、25、6、7、どこかで新キャラクターとか3周年のイベントの情報が、解禁されるんちゃうかなと、個人的には思います。いや、ちょっとね、思ったより早いね。ベジットブルーからもう1年経ってるっていうのは、うん、なんか、感慨深いというか、時間が経つのは早いですね。はい。じゃあお次。はい。1周年は、Z&スーパーのガシャで構成されてましたよね。で、2周年は GT&スーパーのガシャで構成されてましたよね。で、3周年、GT&スーパーなんじゃないかっていう予想を、立てておきます。まあ、ほぼ間違いないんじゃないかなっていう。これはもう、ドラゴンボールレジェンズを長く遊んでれば、最近の GT 推しといいますか、うん、GT の強化が入ってるし、まあ3周年のガシャ GT は確実に来るだろうなっていう雰囲気はあると思うんで、まあ9割近く、まあ、GT&スーパーのガシャで構成されるのは間違いないんじゃないかなって個人的には思います。はい、で今までの周年ですよ、新規 SP4 体&目玉のリミテッドキャラ1体っていう構成でしたよね。これが3周年でどうなるかっていう話ですよね。うん。僕個人的には、今まで通りの周年のキャラ構成で僕はいいと思います。新規 SP4 体、目玉のリミテッドキャラ1体。で、ガシャ2つに分けて、SP2 体、リミテッド1体、SP2 体、リミテッド1体っていう2つのガシャを実装するっていう、今まで通りの周年で、いいんじゃないかなと、うん、個人的には思ってるんですが、ですがですよ、はい、新たなレアリティが追加されたことによって結構ユーザーの中では不穏な空気が流れてるんちゃうかなと、思っております。はい、最悪の3周年がこちら。はい、土地狂った3周年ということで、新規 SP2 体&新規リミテッド2体で、目玉のキャラウルトラレア1体っていうのが、わりかしリアリティもあり、結構嫌な3周年になりそうっていう、うん、
まあ、ネガティブなことはあんまり言いたくないんですけど、3周年楽しみやからね。ただこうなってしまうと、まあ、若干反感は買うんじゃないかなって思います。マジかよと。だからリミテッドの確率を 0.25 から 0.5% に引き上げて、ウルトラレアリティの孫悟空を実装したのかと。なんかそんな気するね個人的にこれはね、嫌ですね。嫌だ。例えば、GT のガシャの方に新規 SP1 体、新規リミテッド1体で、目玉のウルトラレア1体っていう、まあ新規のキャラクター3体編成のガシャ1つと、でもう1個も同じ新規 SP1 体、リミテッド1体、ウルトラレア1体っていう、でそれぞれ確率が違うっていうね。でリミテッドの確率が 0.5% になったことによって、ウルトラレアリティのキャラクターは 0.25%、 今まで通りのリミテッドキャラの確率で狙ってくださいよっていう形になるんじゃないかなって、個人的には思ってるんですよね。結構ね、こういう形になんじゃねって個人的に思っております。はい。間違っても新規リミテッド4体、目玉ウルトラ1体っていう形はないよね。ないよね。ちょっとね、さすがに怖いです、僕は。いや、ないと思うけどな。まあ、これは3周年来た時のみぞ知ると言いますか。26日の、まあ、新規情報で分かってくるのかなっていう感じはするけど、結構ね、ウルトラレアリティを3周年の目玉キャラクターとして置く、やっぱドカバキの演出も違いますし、まあ絵が動きますし、で前回かちょっと忘れちゃったけど、ゆるレジで発言したトシさんの言葉を覚えてますか？2周年を超えると、3周年はこういうことなんじゃねっていう、そっちで超えちゃったかみたいなユーザーにとっていいのか悪いのか、僕的にはまあ悪い方向だと思うんですけども、あ、そっちに行っちゃったかっていう、なんかそういう3周年になりそうで、僕は恐ろしいですね。恐ろしい。はい。っていうのが、まあ、3周年の情報予想といいますか。で次からは3周年で、実装されるであろうキャラクター、まあ GT& スーパーだった時としてのちょっと予想キャラクターを上げてきたので、そちらの方ご覧ください。まずはこちら。はい。目玉キャラクターですね。目玉キャラクターになりうる GT のキャラクターとスーパーのキャラクターをちょっと4体、並べてみました。はい。で GT の目玉キャラクター、ゴジータ4、これはもう言わずもがなですよね。でウルトラ元気玉悟空、もうこれもまた言わずもがなと言いますか。はい。でドラゴンボールスーパーの目玉キャラクターはキラキラベジータ、まあ進化ベジータ、言い方いろいろあると思うんですけど、まあそれで身勝手ですよね。まあこのうちのどれか一体が、まあウルトラレアリティもしくはリミテッドの目玉キャラクターとして、一体選ばれてくるんじゃないかなと思います。で前回は2周年の目玉キャラクターはドラゴンボールスーパーだったんですよね、ベジットブルーで。1周年の目玉キャラクターはドラゴンボール Z からスーパーベジットで、合体戦士って続いてるでしょ。だから今回は GT スーパーのガシャで、目玉が GT でゴジータ4になるんじゃないかって僕は予想しておきます。大体の人がそう予想してると思うんやけど、結構ねゴジータ4の確率が一番高いんじゃないかなっていう気はしますね。ここでまたドラゴンボールスーパーの、例えばキラキラベジータが目玉キャラクターですよってなっちゃうと、いやいや今まで GT めちゃくちゃね、1年ぐらい触れられてなかったのに、全開覚醒いっぱい投入して新規のリミテッドの龍拳悟空とか実装して、結局 GT ないがしろかいっていう反感を買いそうだし、待ち望んでるのはこれなんじゃないかなっていう、気はしてるので、多分ゴジータ4が一番、可能性としてはあるのかなって気はしてます。
時点でウルトラ元気玉悟空。いやでも合体戦士合体戦士で来ると思うんですよね僕は。で2周年って後半もあるでしょ。前半新規のガシャで後半も新規のガシャっていう形だったと思うんやけど、どうやったっけな、ちょっと覚えてないけど、でその後半はちょっとわからない、うん、スーパーになる可能性もあるし、スーパーが後半に来るんやったらキラキラベジータなんじゃねえかなって個人的には思ってるんやけど、まあまあまあ3周年の目玉は GT かつゴジータ4なんじゃないかなと、予想しておきます。はい。でお次が新規スパーキング、うん、まあこれもガシャ登場すると思うんですけど、だいたい1周年2周年新規 SP4 体プラス、リミテッドキャラの目玉キャラクターっていう、まあ全部で5体の新規キャラクターが登場するんですけど、まあこの中から1体で次に見せる画像で、4体ぐらい決めてくるんじゃないかなと思います。こちら、はい、上げるとすればこの辺じゃないかなって個人的に思ってて、 GT のキャラクターがねいないんですよね。いないんですよまあちょっと見ていきましょう。まあドラゴンボールスーパーからまあ周年にふさわしいキャラクターといえばまあこの4体ぐらいかなと思ってて、まずホープソード、うん、で半壊ザマスで、フルパワートッポ、あ違うごめんなさい、破壊神トッポでフルパワージレン、まあこの4体がドラゴンボールスーパーでかつ周年にふさわしいキャラクターと言えるんじゃないかなと個人的には思ってます。で前回未来寄りだったでしょ、ベジットブルー合体ザマス怒りトランクスで未来未来未来だったんで、今回はね宇宙サバイバル編からこう目玉キャラクターを選んでくるんじゃないかなって思ってるんで、どっちこっちなんじゃないかなっていう、うん、トッポとジレンの方なんじゃないかなと思ってるんですが、海外のツイッターのちょっと意味ありげな画像に、まあ、ザマスエクストリームのザマスに、まあ、ポタラが2つついてたという予想がね海外の方でもされておったんですけど、まあ、そっから行くと半壊ザマスもありえるのかなっていう、ってなるとまた未来回ってなるよね、うん、まあその辺は難しいですよね。ただまあこの4体のどれか来るんじゃないかなって思ってます。で GT に関してはこいつらしかいねこいつらしかいない、うん、まずウーブですよね、まあ、この画像はスーパーウーブなんですけど、ウーブでイーシンロン、またイーシンロンかいっていう話になってくるけど、周年にふさわしい GT のキャラクターってもうこいつらぐらいしかいないんじゃねって個人的に思ってて、まああとはウルトラ元気玉悟空ね。ただウルトラ元気玉悟空をリミテッド以外で出すのかって聞かれるとないと思う、うん、さすがに。だからまあこの2体になってくるのかなっていう感じはしてます。はい。まあウーブすら出てないのにスーパーウーブ実装するのかって聞かれるとちょっと怪しいんですけど、まあこの2体が結構有力な情報なんじゃないかなって思います。で絞って GT から見つけてきたキャラクターもいるんですけど、ちょっと見てみましょう。こちら、はい、いや周年には無冠でしょこいつら無冠やろこれ。一応龍拳悟空のね背景にいますけども、ね、三神論と数神論でちび悟空3、まあこの3体もまあまあ GT の目玉キャラクターかなって言えば目玉なのかなっていう感じ。ただ俺はないと思うんだよな。3周年だから三神論実装寒いよね。ただ龍拳悟空の背景にいたり結構怪しいっちゃ怪しい感じはしてるんで、まあ可能性としてはあるのかなっていう、感じかな。三神論数神論ゴジータ4みたいな俺誰も GT 側引かんやろってなっちゃうんで、まあさすがにウーブは出してくるんじゃないかなって個人的には思います。って感じかな。はい、まあ、以上で僕が作ってきた画像は終わりなんですが、まあ、いかがだったでしょうか。
だから個人的な予想は目玉キャラクターがゴジータ4で、ドラゴンボールスーパー側の新規キャラクターがトッポとジレン。最近さ、宇宙サバイバル編の強化にも入ってるでしょ。何やったっけな、宇宙サバイバル編、あ、17号と18号、うん、あいつらも実装されたし、まあ、可能性としては宇宙サバイバル編なんじゃないかなって思ってて、で GT 側のガシャには、まあ、イーシンロンつっても、まあこれはスーパーイーシンロンなんですけど、まあ変身イーシンロンとかね、うん、なんか付け加えてくるでしょう、さすがに。でウーブ、まあこれはスーパーウーブなんですけど両方スーパーなんですけど、まあまあまあウーブ、何かしらの形態が実装されるんじゃないかなって個人的には、思っております。さすがにこっちはないと思う、うん、ただまあ可能性としてはこういうキャラクターも GT いたよねっていう感じのキャラクターなんで、まあその辺は難しいですね、うん、まあひとまず、多分26、まあ25、26、27どのタイミングかは分かんないんですけど、まあ来週あたりには多分新情報が解禁されてると思うんで、その情報を動画化、まあ、随時していこうかなと思うんでね、今のうちに、チャンネル登録してくださる方はしてください。はい、動画作りの励みになるんでね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。